世界空手連盟の WKF ルールの組手試合伝統派空手はフルコンタクトと呼ばれる空手や総合格闘技等で見られる空手ではなく古伝またはある程度の伝統的な技術に基づいて稽古や試合を行う空手道の流派や団体のことである特定の流派を指す言葉ではない連部会の防具付き空手の組手試合競技では寸止め空手のことを指し フルコンタクトカラテとの対比としてこの意で使われることが多い。講義では型、型の伝承を通じて、その習得と研究、応用を進める流派を指す。この場合は寸止めではなくても、伝統的技術を重視する団体が含まれるので、伝統的な防具付きカラテ団体も含まれる。また、日本カラテ協会などの、当て止めといわれるルールを採用する団体、流派も含まれる。 全日本からテド連盟に加盟している流派団体は伝統派カラテと呼ばれることが多く全空連加盟団体とそれ以外の区別を明確にするために全空連に加盟している流派団体を指して伝統派とする場合もある。なお2020年東京オリンピックの追加競技としてカラテが承認された伝統派カラテの特徴としては以下のことが挙げられる。ありがとうございます。